標高90メートルの長原山の山頂の13.3ヘクタールに公園が整備され、各種施設が設けられており、急進南洋市の中心市街地、臨海工場群を見渡すことができる。水をテーマに整備された公園で、永遠山の地形を生かした都市的開発ゾーンと、緑豊かな樹林を残す保全ゾーンの2つの顔を持つ。様々な花木を園内に植栽している。 グリーン環境共同組合が指定管理者として管理を行っている。各種のプールも設置しており、毎年7月21日から8月31日に営業している。流れるプールがあるため、約20分ごとに安全点検を実施する。また、毎生時には10分間の休憩時間を実施する。なお、プール営業期間内であっても、天候不順の場合は休業することがある。 長玄山公園の一角に1995年に設けられた高さ24メートル、羽の直径24.66メートルの日本最大級の規模を誇るオランダ風風車。近くを通る国道2号周南バイパスからもよく見え、周南市のランドマークの一つとなっている。周南市が旧新南洋市時代からオランダ風呂人間州。 デリフザイル氏と姉妹都市提携を結んでいることに由来する。風車は毎日ライトアップされ、昼とは違った表情を見せている。園内には、周南市郷土美術資料館、尾崎正明記念館が設けられており、旧新南陽市出身の画家、尾崎正明の作品を常設展示している。1995年8月開館。 毎年8月には新南洋前のロータリーに大規模なステージを設け、そこを中心としてサンフェスタ新南洋が開かれる。この夏祭りの最後に、永ー山公園から多数の打ち上げ花火が上がり、夏の風物詩となっている。指定管理施設一覧、ありがとうございます。